ばい、うわ怖いねこれ、残酷すぎる、イケメンだぜ。はいどうも皆さんこんにちは、ボロボックスでございます。さあ続きやっていきましょう、神様の棺。さて前回世界が終わりました壮大すぎるねちょっとここまで壮大なシナリオの BL ゲーム今まであったでしょうか。うん、なんだろう、前回隕石が地球に落ちてきたんだよね。うんで本当に何かの冗談かと思いきや本当に世界が終わってしまいました。で宇宙に放り出されてしまったこちらの2人、マールくんとミチルくん、さあこれからどうなっていくんでしょうかなんでこの2人は生きている、ここは新世界、何これびっくりした、変な変なボタンを押してしまった。ここは新世界、その言葉はどれも SF 映画やファンタジー小説から抜き取られたキーワードのように、信憑性がなく非現実的なものばかり。ミチルは、彼がふざけているように思えた。だが自分も彼と同じく地球に隕石が落ちるという普通では絶対に信じられないような瞬間を、見たことを覚えている。その神様ってのは意味わかんないけど、確かに俺は一度死んだと思う。そっか信じられないよね、まさかこんなことが現実で起こるなんてさ。本当に実感がなくて。うん、まあここはおそらく宇宙のどこかなんでしょうけど、なんだろう、前回この2人はリビングの一室にいましたよね。ということはなんだろう、宇宙にポツンと部屋があるのかなね、なんか宇宙空間を一つの小部屋がふよふよ浮遊している中にこの2人はいるんでしょうか。面白いね、実感がない、それはミチルも同じだ。突然に、地球が滅びて気がついたら謎の部屋に、そうだよね、クラスメートと2人きりなんだ。ということは他に生き残りはいないということでしょうか。しかもそのクラスメートは自分をそうだよね、自分で言ってるんだよね、神様だと言うんだから普通であれば、悪い冗談だと思うだろう。うん、マール君は自分で自分のことを前回神様と言っていたからね、痛いね中二病かな。おい、お前が神様だっていうのはどういう意味だ。僕も隕石衝突時に地球上の全生命と共に死んだはずなんだけど、目が覚めたらこの謎の部屋にいてさ、オラクルっていうかお告げみたいなものが聞こえたの。あなたは今から神と呼ばれる存在となった。偶然滅んでしまった地球という不運な世界が再生されるまでそれを見届けなさいって。それで部屋の中を見て回ってたら君が倒れてた。簡単には信じられないお話だよね。そうか。柴名くん、こんな話信じてくれるの？受け入れるの早くない？本当は全然理解できない。でもこんな状況だし、冗談とか疑ってられない。ね、せっかくっていうかなんだろう、せっかく宇宙空間にね、二人水いらずなんだからね、あんなことやこんなことできますよ言ってる場合じゃないか。この部屋があまりにも無機質に感じられたから自分の理解が届く空間ではないと悟ったから、ミチルは今感じ取れることを否定せず、とりあえず受け入れようと考えた。本能がそうした方がいいと呼びかけてくる。なんかから、身を守るようにと警告するから。でもどうして回ると自分なんだろう、そんなことが頭の片隅に浮かぶ。柴名くん、頭疲れてない？
なんだこの言い回し。頭疲れてないってなかなか言わないね。なかなか聞かない単語ですけど、頭疲れてないか。珍しいこと言うね。ほら、こんな状況を受け入れるなんてことなかなか難しいでしょ。よかったらそこのダイニングテーブルに座って飲み物でも飲もうか。やばい、盛られてしまう。BL ゲームあるある。ね、なんか飲み物に何らかの作用をもたらす睡眠薬的なものを持ってくる、これが BL ゲームの鉄則となってきておりますが、今回どうでしょうか。何か企んでないか大丈夫か、マール君。それは喉が渇いた、渇き切った喉の粘膜同士がくっついて、唾を飲むことさえ痛みを感じる。ミチルは鈍い動きでうなずくと、マールはベランダを出てキッチンへ向かった、ね、他にも最低2人の登場人物がいたはずなんですが、その2人は再登場してくれるかな。でももう地球滅んだしね。で、ここに飲み物なんてあるのか。そうだよね。いや、一つ疑問を口にするとキリがない気がする。この空間は誰も説明できない場所なんだろう。喉の痛みは本物だし、自分がしっかりと胸で呼吸していることだって実感している。割とリアリティのある世界なんだね、この空間は。やはり夢の中じゃない、ならば現実と考えるしか選択はない。ブランドの手すりに、両肘をついて少しうなだれる。本当にここは世界が生まれ変わるまでの待合室なのか。自分でもおかしなことを言っていると分かってはいるが、つい口からこぼれてしまう。目の前にはただ星々が無機質にうごめいている。赤い、白い、青い、スローモーションに波打つ光は不思議と心を落ち着かせてくれるような気もする。水族館で魚を眺めるようなんて、魚を眺めるような、そんな感覚だろうか。光と光を目で追う、ずっと見ていても飽きないくらい無数の輝きがそこに存在している。見つめれば見つめるほどその光が形となっていく。よくわかんない世界なのに綺麗だな。なんだ、急に電流が脳に流れるような、チリチリと熱い痛みがミチルの頭を襲った。これはやりやがったな、マール君。なるほど、わかったぞ、マール君の意図が。ね、ちょっと強引ではありますが、ミチル君をね、鈍器のようなもので気絶させて襲うつもりだろう。当然だよな。だってこのゲームは最高 BL ホラーだからな。ついにミチル君じゃないや、マール君、ついにマール君本気を出してきたかな。怖いね。違うかな。また痛みが走る。今度は早く流れるように感じた。じんじんと痛みが増す。なんだ、だよ、痛い。その痛みで頭がクラクラする。思わず額を手で覆う。なんだろう。何の痛みそれ。頭の中の血管が強く鼓動するように感じた。痛いね、たまにあるある。なんか寝たらなおさら痛くなるやつでしょ、あれ。やだね。ミチルはとっさにベランダから室内駆け込み、思いっきり窓を閉めると片方の指で鍵をかけた。片方の指で、あ、そういうことね。鍵穴に指突っ込んだんだと思った。我ながらバカだな今の俺。痛みに耐えるように目をつぶり呼吸をする。どうやらマール君の仕業ではないようですね。
鼻からゆっくりと、空気を吸い込む音がやけに耳につくように感じた。次第に激しい頭痛が和らぐ。千葉菜くん、お待たせ。大丈夫かお前その手に持っているドリンクに何か持ってねえかお前、大丈夫かマールくんなんか怪しいぞこの子なんか絶対やってくるってみちるくんに。マールくん多分みちるくんのこと好きだろ。だからその何お茶でも何でもいいけど、そこに睡眠薬的なものをね持ってねそしてね、ミチルくんを眠らせた後にあんなことやこんなことをする、そういう作戦じゃないかこの顔、違うかな大丈夫？気分悪いの？いや、もう収まった。そうならいいけど、何かあったら気を使わずに僕に教えてね。みちるはダイニングテーブルの椅子に腰をかけると、目の前に透き通ったイエローの紅茶を、差し出された。紅茶か、これ。紅茶はポットの脇にあったからそれを拝借したの。ね、やけに現実味あふれる空間ですよね。こんな非現実的な、ね、世界にポツンと日常的な部屋が存在してるわけだ。正直こんな得体の知れない場所にあるものなんて口にしたくないと思ったが、その紅茶からはとてもいい香りがした。本当に大丈夫か飲んでなあみちるくん、なんか盛られてんじゃねえのか。やっぱりこの紅茶の中に一体何を仕込んだ。マールくん怪しいぜ。なんとなく懐かしい匂いだ、思わず唾を飲む。いただきます。おいしい、いい紅茶なのかな。そのマールの笑みを見るとミチルもティーカップを口元へ運んだ。確かに美味しい。匂いはナッツの甘い香りがする。次第に体もあんま、温まってきたようだよかった、千葉菜くんも気に入ったみたいだね。なあお前、どうして俺とお前がここにいるのか、何か考えられるか。あ、それは多分だけど、僕が願ったからかもしれない。なんだってマール君、やはり君はミチル君のことが。あら、いい展開になってきましたね。願った。ね、その神様のお告げ、オラクルが聞こえたって話したじゃない。その後意識がふわふわしてて、これから想像される新世界に僕一人だけだったら嫌だなって思ったの。まさかその新世界にアダムとアダムを転生させるつもりか。一生人増えないけどそんな現実的なことを考えて俺はダメですね、もっとなんかね頭の中をメルヘンにしなければいけませんね、こういうゲームを実況するときにはね、こういう卑屈な考え方は捨てましょうね。世界観ぶち壊しになっちゃうんで。もし他にいるなら誰がいいかな。例えば今日ぶつかった千葉菜みちるくん、彼がいたらなって。どうしてこれなんだよ。あ、ごめんね、気になったから。千葉菜くんって転校してから一匹狼だったでしょ。だからクラスでも浮いてたし、それにぶつかった時すごく綺麗な顔だなって思ったんだ。何を考えているこの顔は一体何を考えている。これは間違いなくねベタ惚れしてますねみちるくんに。
マールは少し恥ずかしそうに微笑んだ。その時、千葉くんってどんな子なんだろうって知りたくなったんだよね。だからもしこの部屋にいたら、僕は君のこと何も知らないし、話すネタがたくさんあるんじゃないかなってね。もしも神様となったマールの願いが働いて自分がこの部屋にいるのなら、迷惑な話だ。確かに心を許していない人間とは関わりたくないし、仮に一度死んでいるのならば、そのまま死んで一人で眠っていたかったと、そう思った。だがマールのせいというのは決めつけがたい。何も証拠がないからだ。確かにね。でも僕、神様になったはずなのに、すごいパワーみたいなものは使えないみたい。でも神様にお告げをしてくる存在って何？神様の上って何だろうね。さっき、美味しい焼肉丼よ出てこーいって念じたけど、何も起こらなかったんだ。焼肉って…新米神様だから自由にパワーが使えないのかな。わかんないや。こんな状況で焼肉を食べたいと考えられるマールは、可愛いらしくてか、弱そうな見た目とは違い、きっと肝の据わった性格なんだろう。楽しそうにミチルに話をする光景は、まるで学校の中で談笑するのと変わらないようだ。でも千葉くんがいてくれて僕嬉しいよ。もしここで一人ぼっちだったらすごく怖かったと思うから。ねえ柴野くん、僕たち友達になれるよね。友達？それは今までずっと一人で過ごしてきた自分にとって縁のない言葉だ。小学生時代に友人らに裏切られた時、もう友達は作らないと決めていたから。ミチルの胸には心を許した人物に失望することへの恐怖がある。最後に傷つくのは他人を信じた自分という経験が刻まれているのだ。でもここは世界が死んだ後の場所。うすうす分かっていた。今更目の前にただ一人の周りに気を張っても意味はないこと。なれるんじゃないか。よくわかんないけど。さあ、少しずつではありますが、ミチルくん、マールくんに心を開き始めましたね。それって、それ本当？千葉なくんに嫌だって言われるかと思ってた。今さら気を張るのも疲れるし。でも勘違いするな。すぐに心を開くことはできない。お前は積極的だから少し苦手だ。何それ、言い方がストレート。ま、時間はたくさんありそうだし、ゆっくりと仲良くなろうね。いつの間にか二人のティーカップは空になっていた。よかったね、何も盛られてなくて。マールは飲み終わったティーカップをキッチンの流しへ置くと、くるりと振り返る。でも展開的にはちょっと、ね、何か盛られていた方が面白かった。さーて、少し休憩したし、このお家の中を探索してみようか。うん、そうだな。何かあるのか見ておこう。この部屋以外にもね、行ける場所があるんだね。2階とかあんのかな。自分が目覚めたのはこのリビングであった。この部屋からはベランダにしか移動していない。僕は玄関で目が覚めたんだよね。でもドアは開かなかった。一応重力が存在しているんですね。ね、足の裏が地についてるってことは不思議な世界だね。開かない。うん、飾りみたいにドアノブすら動かなかったよ。でもほら、窓の外を見たら宇宙だし、なんか開かない理由がわかるっていうか、
そういうものなんだなって思っちゃった。玄関の外も宇宙空間ってことか。中で待っててくださいって感じでしょ。だから待合室ってね。さあ、どこから見ていく？あ、これは選択肢来るかな。なんとなくそんな予感しますね。さあ、私の出番でしょうか。どっから行こうかな。いや、絶対ここでしょ。ここ攻めちゃう？ねえ、しょっぱなから飛ばしちゃう？寝室に行って、ね、ラブラブしようよ。あ、でもちょっとここは最後に撮っとこう。なんかね、楽しそうだから。さあ、先ほど玄関。ね、玄関は、扉が開かないと言ってましたんで、どこ行こうかな。ここも気になるな、浴室ね。ハテナは何だろうね。すべての部屋に行った後に解放されるんでしょうか。現在いるのはリビングだから、じゃあ一番何もなさそうなこの、なんて向かわかんない。何これ、押し入れに行ってみる。あ、なんだ、何も入ってない。小さな作りだから掃除機や日用品をしまう場所って感じかな。狭い。ここに物をしまえるのか。家事とかお片付けが苦手なタイプ？なんだか意外かも。って待ってよ。割とドライだったな。もう終わりなんだね。はい、ということで物置の、探索終わりました。約30秒。じゃあ手洗い場でも行ってみっか。ここでさっきね、マールくんはお茶を作っていたわけですよね。あ、こうトイレか。手洗い場ってトイレだった。今は入る必要がない。他のところ行こう。マジで？割とサクサク進んじゃうね。じゃあ玄関。玄関のドア開かないとマールが言っていた。今は確認する必要がないだろう。マジでほとんど調べらんねえぜ。今リビングでしょ。じゃあリビングは？リビングにいるけど、リビング、ここ家具は揃ってるけど物自体はあんまり置いてないな。まるで引っ越ししたばかり、そんな感じにも見えるけど、特に気になるものはないな。別は当たるわ。お前ら何も気になんねえな。何にも気にしないじゃん。もうちょっと探してくれ。もうちょっと話題を作ってくれ。めっちゃ何もないんだけど、どこ探しても。どこを指定すれば2人は興味を示してくれる。やはりここですか。どうする。ちょっと区切りいいから、区切りいいのかこれはね。寝室と浴室はまた次回に取っておこうじゃないか。はい、ということで面白くなってきたところで、また次回お会いしましょう。さよなら。